の大冒険。さあまずはアスレティックカメラを、ね、持ったままいけるんですかね。さあ行ってみたいと思います。さあ忍者渡り、これはねもう結構片手が使えないってなるとなかなか大変かな。あ、いけるいける、全然大丈夫。よしよし、どこしよう。あ、すごい迷路が隣に。よいしょ、危ない。さあ前にね子供たちがいます。OK、 これこういったコースですね。少し見とかないとすっかり私はね置いてかれてしまった。よいしょ。あ、これはロープね、本当は掴まなきゃいけないんですけど、ロープを片手だと掴めなくて、よっこいしょ。すごい難易度だ。よっこいしょ、危ない。よっこいしょ、やれやれ。あ、登れた登れた。こっちからね、さあ山頂からこういう景色が見えております。危ない危ない。よくしょ、よくしょ、よいしょ。これなんだ、 V 字平均台。よくしょ。はあ、これは超落ちそうだ。なんとか落ちずに、よいしょ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 、あれ見失った、見失った。あ、いた、よかった。え、撮ってるよ。あ、あ、あ、わかった、行っちゃっていいよ。すぐ、もう、置いてきます。これが一番のね、危険かもしれない。よいしょ、よっこいしょ。すごいね、こういうあのアスレチックのコースとかね、全部あのここの職員の方のね手作りなんですよね。おっと、掛け渡りだって。渡れっかな、片手で。まあでもロープを使わなくてもね、ちょっとこう足場があるんで、ここをたどれば、よいしょ、立てても全然、よくしょ、いけます。よくしょ。さあ、お、ここはまた、あ、でも意外と超滑る、超滑る、超滑る、危ねえ。スマートフォンが、あ、これこれ、この足はやばいね。これはハード、なかなかハードな。よいしょ、よいしょ。お、これはよく作ったね。でも、なんとか渡れる。よいしょ。思ったよりも。よいしょ。よいしょ。まさかの、ショートカットをするなっていうね、お叱りを受けましたんで。よいしょ。よいしょ。片手は。はい。お、お、何、登るの？くぐるの？さて、じゃあ渡りましょうか。これ大丈夫？ほほ。
んなに。あ、意外とこれ難しそう。よいしょ。一個一個ね。歩いてない。よいしょ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 。さあ、滝登りと。おお、結構高い。いやでもさっきの。よいしょ。峠越えとね、そんなに変わらない感じですね。よいしょ。ほう。いや、これはでも、振り返ったら景色が良さそうですね。よいしょ。おー、いい景色。まあ、駐車場ですね。いや、でもね、すごいすごい。この山のね景色がよく見えます。危ない、危ない、無理だ。わあ、ちょっとちょっと濡れるやん。誰がぶつかる。よし、行け行け。いいね、上手上手。あらあら、落ちた。もうちょいもうちょい。あ、でも慣れたね。やり方分かったね。うん、すごいすごい。あとちょっとだよ。よし。おー、ゴールしたね。頑張れ。うん、おお、それで手伸ばす。あ、ぶつかる。あ、いた。あ、落ちた。もう私が。これはただ渡るだけだから。コンパしてるな。よいしょ。上手だ。ないね。うらうら橋ね。全然ゆらゆらしない。よし。ほら、頑張れ。お、お、お、大丈夫か？よし、もう少し、もう少し、もう少し。あれ、もうちょい。もうちょい。はい。よし、ゴー。